北海道、石川県、京都府、兵庫県、福岡県においてまん延防止等重点措置を実施をし、期間はそれぞれ8月31日まですることとし、甘いんじゃないですか、今だったら。オリンピックでどんどん人動けば、その分増えますからね。もう慣れっこだよね。あんまり効かないんじゃない。一言で言うと、もう信じられないなと。お酒の提供を止めることが本当に対策として効果があるのかっていうのが本当に不透明すぎて。緊急事態措置と同等の措置を札幌に対して実施をしていく、このことを基本に考えていきたい。北見市についてはいずれにしても飲食店などでクラスターが発生をするなど感染確認が続いてますので、対策を強化をする、このことで一致をいたしましたが、措置区域に加えるということには今のところ考えてないと。お酒の場面をできるだけ限定的にせざるを得ないのではないかなと。これから夏休みが本格的に入るという状況を踏まえますと、感染者の減少に転じる要素というのがなくてですね、むしろこれから増えていく状況ということを考えていかなければいけないと。